こちら向いて触ってくれるとボールはコートの中に入ってきますので、こういう練習を入れておいていただければ、下がってもライン踏む感じで打ちに来てもこれは反則ではありません。1本目のボールをコントロールミスすると隣の人とぶつかったりしますので、サボらないように、ね、サボらないためにどうするかというと、この動きをウォームアップで入れることによって距離感とか会場のですね、雰囲気にいち早く慣れるという効果もありますので、しっかりボールの正面に行きましょう。この反復練習が一番試合には近い練習になります。さあここで1点取りに行こうといった時にミスが出て、なかなか点数が取れないというケースが多いんです。前を取る人、後ろを取る人っていうふうにある程度責任の範囲を決めて、試合で活躍するポジションの練習が全てできるようになります。いかに自分たちがいい練習をして上手くなっていくのか、ゲームに近い状況で練習をする、その練習方法をご紹介していきたいと思っています。